さあさあ、そんなとこで小躍りしてる場合じゃないよ。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。んで、なんかびっくりマークが出とるけん、お、あ、新しく仲間になったやつか。なるほどね。へいへい、名前忘れたけど、ホルト。うぜえ。ああ、これはアイナさん、どうか僕の悩みを聞いてください。僕がいたガラヤ地方に僕の恋人のシネリという子がいるんです。実は一緒にこの光を目指していたんですが、どこかではぐれてしまって、何とかしてここに連れてきたいとは思っているものの、果たしてこんなオス臭い野獣たちが住む筋肉地獄に連れてくるべきか悩んでしまって。失礼な姉子がいるんだぞ、ここには。え、寒い雪の中より筋肉の中の方がまだマシだろう、ですって。まああったかさはあるだろうな。あったかいというより蒸し暑いかもしれんけど。おお、やはりそうですよね。ありがとうございます。これで決心がつきました。ではお願いします、アイナさん。雪のガライアからシェネリを連れてきてください。シェネリ、かわいいね名前。そうだ、筋肉の人たちにも手伝ってもらうといいかもしれませんよ。筋肉の人たち。コンパスに目的地が表示されたってことで、ほら、筋肉の二人。さあ来い。よーし、兵器の開発も進んで、いよいよ溶岩魔人との戦いも近そうだ。もし万が一素材集めで人手が必要なら、一緒に行ってもいいぜ。どうだ？俺も一緒に行くか？ほい、来て来て。おー、そうか。それなら仕方がねえな。一緒には行くが、俺はただのサポートだ。そこんとこ覚えておいてくれよな。みんなもサポートだよ、ただの。へい。アイナよ、お主のことだ。もうすでに聞きを読んでおるかもしれぬが、ガライアという機能地帯にも様々な素材や発明品の手がかりがあるという。ガライアに行くときも助けがいるのなら遠慮せずわしに声をかけるのだ。かけたかけた。どうだ、わしの助けがいるか？ほい。うん。では共に行こう。わしの筋肉は雪にも氷にも負けはせぬぞ。何に負けるんかな？炎かな？あ、あっちにも一人。いつものごとく温泉に。姉子とも合流できたし、魔物との戦いも兵器の開発もこっからが本番ね。私もあんたに協力するわ。一緒に魔物を倒す準備をしましょう。どう、アイナ、私の力が必要かしら？ほい。そうこなくちゃね。魔物との戦いも素材の収集も任せておいて。でもいいこと？いつも私と一緒にいてくれなきゃ嫌よ。てか全然温泉じゃなかった。温泉反対方向だわ。あっち側だわ。まあ、これで3人引き連れて。さて。旅の扉。まあ、設置してるからこっちで旅立とう。ちなみにもうすでに来てちょこちょこっと素材集めとかをしたりはしてるからね。へいへい。とりあえず目的地はまっすぐだ。まっすぐまっすぐ。ほっ。うお。いつもここでね、結構でかいダメージを受けるんだけど、そっと降りた方がいいかな。見て、ここね、作業台めっちゃね、ほら、ここにもあるんよ。めっちゃなんか固まっとることない場所。しかもあのなんか、切り株がさ、まるで椅子かのように置かれているっていう。私が置いたんじゃないよ。元からここに置かれとったやつやけんね。ひゃー、イエティー。あ、これでしょ？これだ。これじゃなかったとしても何かいる。う。ここは危ないわ。逃げて、早く。うっ、モンスターを倒せ。人間排除する。ちょい待って、全然関係ないやつまで現れたから。へいへいへい。ちょっと待って待って待って。ほらほらほら。何その攻撃、ちょっとダメでしょ。回復。回復。強くね。とりあえず、離れた場所からでもすごい攻撃をしてくるわけだ。あの攻撃ダメだな。ね、あの爆発ダメだわ。イエティはね、やっつけてもそんな意味がない。怖い。あのレーザービーム怖い。へい。なんかこいつだけちょっとでかいよね。ボス的な感じかな。うわ。こっちを向かないで。こっちを向かないで。あ、やばい。
やばくはないんか、まだ。でもあんまり距離を空けすぎてもなんかすごい攻撃を、一応みんな頼りにしてるからね、私結構頼りにしてるからね。あ、びっくりした、一匹やっつけたって思ったけど全然やっつけてなかったわ。あー、追いかけてこないで追いかけてこないで、怖いから。ほら、あれ結構な距離届いとると思う。お、やった、私じゃないけど、あ、やったね、桃の群れをやっつけたよ、やっつけたよ。んで、もう全部拾ったかな。はい、やっつけたよ。すごいすごい、あなた魔物たちを倒してくれたんですね。実は遠くに見えた光を目指してコルトという幼馴染と一緒に旅をしていたんですが、気がついたらいつの間にか離れ離れになってしまって。幼馴染？幼馴染で恋人なん？ふう、いいね、おっさんかって。え、私の恋人のコルトに頼まれてここに来た？そうそう、コルトはただの幼馴染ですが、ともかくあなたの町に私も行っていいんですね。ただの幼馴染？マジで？え、片思いか。私はシェネリと言います。どうかあなたの町まで連れて行ってください。シェネリが仲間になったということで、へい、帰ろう。キメラの翼使って拠点に帰ります。ふう、え、見た？見た？今のなんかね、なんかね、奥、真ん中の奥の方に、でっかい影が見えた。え、怖くね？何あれ？すごいすごい、こんな場所があったんですね、アイナさん。え、あれとも戦うことになるんかな？うわ、盛りだくさんの筋肉の人たちがたくさん。盛りだくさんな筋肉。え、どうしてあんなところで魔物たちに襲われていたのか、ですって？魔物たちは私の宝物、鍵を狙っていたみたいなんです。なんか開けれる鍵？まあ、そりゃ鍵だからな。え？この鍵がどこの鍵か、ですって？実は雪の中に埋まっているのをたまたま見つけただけでよくわからないんです。いやのに宝物なんや。だけどすっごく綺麗だから私の宝物なんです。子供か。いくら物欲しそうな顔をしてもこの鍵はあげませんからね。くれ、くれよ。おー、アイナさん、僕の恋人、シネリを見つけてきてくれたんですね。恋人じゃなかったよ。吹雪の中をずっとシネリと手をつないで歩いていたつもりだったんですが、吹雪が収まって、ふと見てみたら、僕はイエティへの手を引いて歩いていたんです。気づけよ、それまでに。シネリは僕の大切な恋人。無事に見つかって本当に良かったです。ちょっとこいつ危ないやつとかじゃない、大丈夫？え？シネリが僕のことをただの幼馴染って言ってたんですって？アイナさん、シネリはね、きっと恥ずかしがっているだけですよ。絶対危ないやん、ストーカーじゃね？とにかくアイナさん、恋人のシネリのことありがとうございました。なんか思い込みが激しそうだ。シネリはひょっとしたら、この筋肉の町で過酷な生活を強いられるかもしれません。でも、僕が必ずあの野獣たちから彼女を守り抜いてみせます。シェネリーは楽しそうやったけどね。盛りだくさんの筋肉の人たちがいっぱいって言ったし。クエストコンプリート、命の木の実。ということで？ん？あ、すぐ近くに姉子が。へいへい。よく魔物たちを倒してくれたね。礼を言うや、アユナ。いえいえ。ん？どうして魔物たちが私のことを狙うのか、だって？あいつらはね、私からラライの発明の秘密を聞き出そうとしてるのさ。ラライの発明を悪用して、より強大な魔物に進化するためにね。さてと、ラライの発明の秘密を守るためにも、一緒に協力して強力な兵器を少しずつ開発していこうじゃないか。そうだね。まず手始めに、私たちの攻撃が効かない魔物、フレームを倒すことができる武器を開発したいところだね。お、倒せるようになるん、やったね。あゆな、さっき手に入れた旅の扉で、雪の柄や地方に行くことができないかい？行けるよ。てか行ってるよ。雪に覆われた柄屋に行けば、でかい氷の塊が手に入ると思うんだ。あ、待って、私、ゲットしてる。氷があれば、ラレイが発明したフレームに対抗できる武器が作れるはずさ。頼むよ、アイナ。赤い扉の先で、氷を探して10個ほど持ってきておくれ。10個あったかな？コンパスに目的地が表示された。おー、アイナ、
助かるよ。氷を集めてきてくれたんだね。お、あったあった。これでフレームを倒す武器が作れる。ラライの発明の秘密も守れるってもんだ。ふんふん。ん？ラライの発明の秘密って何なんだ？だって？あいつは、ラライはね、魔物を倒すために炎と氷を融合させる実験をしてたんだ。私も発明の中身までは詳しくわからないんだけど、魔物たちはより強い力を得るために、そのラライの発明の秘密が知りたいらしいのさ。おっと、無駄な話をしちまったね。とにかくフレームを倒す武器を完成させちまおう。どうだい？氷や鉄をこねくり回して新しい武器を作り出せないかい？ああ、作り出すものは私が思い浮かべないかんのね。クエストコンプリート、マグマイは、氷と引き換えにマグマをもらった。氷の弾丸をひらめいた。凍てつく霊気が秘められた弾丸、当てるとダメージ。炎の弾丸をひらめいた。熱いマグマの力が秘められた弾丸、当てるとダメージ。武器か。え、で、ちょ、で、あゆな、あんたが考えてくれた対フレーム用の武器、氷の弾丸は作ってみたかい？まだまだ。これがあればフレームも倒せるはずだ。溶岩魔人を倒す兵器の開発も前進だね。ところでだよ、あゆな。ラライの発明メモによると、フレームを倒すと手に入るフレームドロップは、さらに強力な兵器を作るための素材になる代物らしいんだ。そこでだ、あゆな。素材の収集と氷の弾丸の実験を兼ねて、溶岩地帯にいるフレームをちょっとばかりぶっ倒してきてくれないかい？めっちゃ物騒やね。向こうからしたらすごい、ひどいことをさらりと。そうだね。フレームを5体ほど倒して、フレームドロップを5つ集めてきておくれ。必ず落とすものなんかな。まあ、とりあえずちょっと暗くなってきたけん、一旦寝ようじゃないか。あれ見て、あんなとこに肖像が飾ってさ、ひゃー落ちた。何かしらのさ、宗教みたいじゃない？姉子を祀っとる。これキングベッド作ったの。寝る。お？暗い闇の中に光が見える。また夢か。どうやら夢を見てるらしい。あ、ドラゴン。え、やっつけた。ここは？ああ、助け出してくださる方が本当にいたなんて、まだ信じられませんわ。さすがアルビスに選ばれたお方。世界を救う使命を持ったお方です。あなたなら、必ず竜王を倒せるでしょう。すべては精霊の導きのままに。お姫様かこれ。さあ、様、私をお城まで連れて帰ってくれますね。嬉しゅうございます。ぽっ、ぽっ、惚れたか。遠い記憶のようだ。しかし自分自身の記憶なのか、他の誰かの記憶なのかよくわからない。いつもそれで締めるな。ほい、ってことで目覚めた。目覚めて、あ、そうだ。あれをね、またちょっと、仲間にしていっとこう。へいへい。あゆなよ、お主のことだ。もうすでに聞き及んでおるかもしれぬが、ガライアという雪の地帯にも様々な素材や発明品の手がかりがあるという。ガライアに行くときも助けがいるのなら、遠慮せずわしに声をかけるのだ。どうだ、わしの助けがいるか？ほい。うん、では共に行こう。わしの筋肉は雪にも氷にも負けはせぬぞ。お、シェネリーが服着替えとる。女の子はみんなあのタイプなんかな。ん？次。姉子とも合流できたし、魔物との戦いも兵器の開発もこっからが本番ね。私もあんたに協力するわ。一緒に魔物を倒す準備をしましょう。どう、アイナ、私の力が必要かしら。ほい。そうこなくちゃね。魔物との戦いも素材の収集も任せておいて。でもいいこと。いつも私と一緒にいてくれなきゃ嫌よ。そうそう、武器も作っていかんといかんのよね。もう一人。よし。兵器の開発も進んで、いよいよ溶岩魔人との戦いも近そうだ。もし万が一素材集めで人手が必要なら、一緒に行ってもいいぜ。どうだ？俺も一緒に行くか？ほい。おー、そうか。それなら仕方がねえな。一緒には行くが、俺はただのサポートだ。そこんとこ覚えておいてくれよな。ということで、さっき思いついた、ここかな。武器やし。これか。氷の弾丸。
シャッシャッシャッ。あ、すごい !20 個もできた。氷の弾丸を20個作った。ってことで、フレームはこっちやったね。よいしょ。え、違うよ。もう良くないよ。旅立つんだよ。ここで、ちょっととりあえず、氷の弾丸に合わせとこ。あ、待って、その前にお腹空いたんだな。空腹で倒れそうらしいからちょっと、イカを食べておこう。で、これで満腹、氷の弾丸、どんな感じなんやろ。ちょっと気になるよね。とりあえず、マグマの方に、一直線。フレームこれでやっつけれるんや。え、でもそれってさ、今度からあれってこと？魔導士が現れた時に、あ、あっこにおるよね。フレームも、やっつける対象に入るということか。余計大変になるんかな。まあ、やっつけれるようになるのはいいんやけどさ。は、間違えた。普通に剣でやってしまった。ちょい待って。ほう。全然違う方飛んでったわ。どう？あ、やっつけた。これ初めてフレームドロップを手に入れた。やったね。で、これが5ついるんだ。イェイ、テンション上がるぜい。やば。ういーし、やっつけた。ということで、はい。あと4匹。あ、あっこにも1匹。さあさあさあ。あんまり他のモンスターに会いたくない。と、あ、ダメだ。ちょ、待って。はっ。おーし、一発なんやね。すごい。フレームドロップ2個目。あと3匹。さあ、どうよ。フレームが全くいないな。あっち側かな？あっち側におるかな？ちょ、みんな。あ、おったおった。さあ、お、間違えた。へい。当たってね。ん？方向が悪いか？こうか。あれ？やべえ、当たってね。ああ。ちょっと待って。ダメダメダメ。どう？え、当たってないの？あ、やっつけた。よかった。焦った。三つ目。ん？私には攻撃全然当たってないな。あと2匹。あと2匹。さあさあ、そんなとこで小躍りしてる場合じゃないよ。あ、やばい、なくなりそう。なくなりそう。ほい。え、当たってないの今の。味方に当たってんのかなもしかして。やべえ、ちょっと。はっ。え、やばくないっすか？何？何じゃねえけど。え、当たってないのなんで？あ、当たった当たった。めっちゃ近くでやった方がいいんかな。あと3個しかない。あと3個しかない。あと1匹やっつけたらいいだけだから、ちょっと頑張ろう。てか、窓ハンドの数半端ないんだけど。やばくない？あの数。あ、復活してる復活してる。イェーイ。フレームの復活を喜ぶ。今までならめんどくさかったけど。イェーイ、ほら、やっつけれるから。フレームドロップ5個準備できた。さあ帰るよ。しゃ。キメラの翼を使って拠点に帰ります。みんなおるね。オッケー。はい、帰還しました。ってことで姉子。ん？どこ？あ、これか。これか。どこいるのさ、ちょっと。おいおい。ちょっちょい。ちょっと、姉御さん？なんでそんなとこにいるの？あゆな、フレームを倒してフレームドロップを集めてきてくれたんだね。なぜ水中？うん、やっぱり氷の弾丸なら炎の魔物にかなりの効果がありそうだ。さてと、氷の弾丸の効果とフレームドロップの力を改めて分析して、この地域を支配する魔物の親玉、溶岩魔人を倒す兵器をなんとか開発しよう。溶岩魔人は猛烈に熱い岩でできた巨大な腕の形をした魔物なんだ。炎や氷の作用について改めて調べれば、奴を倒す兵器も必ず開発できるはずさ。
ありがとね、アユナ。あとはなんとか頭を絞って新しい兵器を考えてみるよ。クエストコンプリート、炎の弾丸。お、こっちは作ることなくもらえた。しかも30個。次もアメルダのクエストっぽいけど、ちょっとそろそろ時間がいい感じになってきたと思うので閉めようかな。よいしょ。あ、こっち側じゃなかった、あっち側だったわ。もう自分がどこから入ればいいのかも、あ、合ってたわ。ぐるっと一周してきたわけね。よし、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、遠い階段のとこに立ったら遠くなるんだな。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。あの途中でさ、チラッと見えたでっかいモンスター、ギガンテスかな。やばいね。